どうも、八幡薫です、今日はですね、6月28日、28日は鶏の日だそうで、今日はこちら、じゃじゃーん、ケンタッキーフライドチキンパーティーバーレル、もう食べたいと思うんですけども、これね、どうしたかっていうと、実はマリアのイーちゃんが、私が5月20日誕生日だったんですけども、その時になんか LINE のギフトクーポンみたいなのしてくれたんですよ。はい、ようやく今日もらってきました。引き返ってきました。イエーイ、イーちゃんありがとう。食べたいと思います。食べきれるか、一人で食べます。一人で食べます。美味しいね。じゃあ早速開けますよ。じゃーん、紙ー、じゃ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 ーん、やったー。もう食べてきます。私どんどん食べてきますね。じゃあいただきます。いただチキン、あったかい、熱々、熱々だよ、熱々。これさ、どうやって食べるかだよね。いつもこういうさ、紙でさ、こうやってやっぱさ、こうするよね、こうしてさ、こうするよね。いやー、大好きチキン、ケンタッキーのチキン、いただきます。うん、間違いない、うまい。もうこれ変わらない美味しさ、すごいよね。1個食べた。じゃあ2、じゃあ2つ目いきますね。これ食べれるの？私どんどん食べるの？じゃん、次はこのタイプ、このタイプだよ。やっぱチキンのお供はこれですね。コカ・コーラゼロ。2個食べました。結構お腹いっぱいです。もう1個ぐらいいこうか。わあ、無理だ。ちょっとやっぱ2個が限界だな。2.5 個、どうしたらいいんだろう。このチキン、このチキンどうしたらいいんだろう。ケンタッキーフライドチキンのチキンなんですけども、これなんか保存できるらしいんですよ。冷凍保存なので、ちょっと冷凍保存して、あと少しはこれを使ってニューレシピ、なんか炊き込みご飯とか作ると美味しいらしいので、ちょっとそれにですね、リメイクしたいと思いますよ。ですね、お米2合ですね。米1合に対してチキン1個ぐらいがいいそうです。大体だよね。でーん、でーん。本当に大丈夫、これで。これで炊くよ。これで炊きます。はい、ということでですね、炊き込みご飯を作ってみました。それがこちらでございます。じゃーん、いやー、うん、
ケンタッキーのご飯だ。ケンタッキーご飯。いいですね。そしてですね、なんと、スープも作りました。見えないね。炊き込みご飯とスープです。はい、あのお腹がいっぱいになったのでちょっとリメイクしてね、しようってなったから、あの量は少なめです。量は少なめです。はい、じゃあ早速ですね、食べてみたいと思います。いただきます。はい、じゃあまずね、じゃあの炊き込みご飯いただきます。チキンが入ってるところをね、はーい、いただきます。間違いなくケンタッキーご飯ですね、うん、チキンがスパイスが効いてるから美味しい。これは美味しいよ。でも生姜入れてもよかったかな。いろいろ味付けの仕方はいろいろあると思います。全然これアレンジがすごい効くと思う。うん、これは美味しいよ。間違いないやつです。うん。続いて、スープ。こちらですね、生姜を入れまして、あと玉ねぎを入れてます。玉ねぎがね、結構トロトロになってるんで、そこもまたいいんですよね。いただきます。あ、ちちちち。あ、おいしい。スープ美味しい。玉ねぎと合う。これチーズ乗せても美味しいよ。チーズ。あとトマト入れてもいいね。うん。あと黒胡椒とかもね、合うと思います。うん。ちょっと生姜入れたんですけど、生姜効いてるのもまたいい。これはうまい。うん。ということで、まああと残ったチキンはですね、ラップで包んで、まあ、私一応ジップロックにさらに入れてですけど、まあ、冷凍庫に入れて解凍してまた食べれるそうです。はい、ぜひクリスマスの次の日はぜひ保存してみてください。美味しくできたよー。いや、余ってるからあれもまた保存しないと。保存保存保存でございますね。保存していきましょう。ごちそうさまでした。ありがとうございました。